そうじて日蓮が弟子旦那等自他死の心なく水魚の思いをなしてたい童心にして難病法蓮華経と唱え立てまつるところを庄司一大事の血脈とは言うなりしかも今日蓮がぐずうするところの所詮これなり もし、しからば、光線ルフの大願もかなうべきものか。天津さえ、日蓮が弟子の中に、痛い同心のもの、これ、あらば、礼せば、乗者として城を破るがごっとし。庄司一大事、血脈書。 そうじて日蓮の弟子旦那たちが、自分と他人、彼とこれというわけ隔ての心を持たず、水と魚のように親密な思いを抱き、遺体同心で難明法蓮華経と唱えていく。 ことを生じ一大事の血脈というのである。しかも今、日蓮が愚図する寛容はこれであると。もしこの通りになるなら、光線留譜の大願も成就するであろうと。それどころか、日蓮の弟子の中に遺体同心のものがあれば、 それは例えば城の中にいるものが内部から城を破るようなものであると。ということですね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。